はい、今日はですね、高橋トレーナーと一緒に、コンディショニングチェックの仕方、あとは肩の整形外科テストと、まあ、肩の関節の構造についてお話ししていきました。皆さん、夏大会前にですね、肩のコンディショニング、整えていくことすごく大切なことになってくると思います。今日説明したことを皆さん一つチームで利用してみて、コンディショニングのチェックの方法としてやってみてください。お願いします。